今年度から大津の10番を背負う島本は、今年初めに U から17日本高校選抜に選ばれると、今夏には初の年代別代表入り。U から18日本代表として SBS カップ国際ユースサッカーに参加した。プレミアリーグウエストでは7得点を挙げ、得点ランク5位。リーグ首位のチームを牽引している。大津では主にボランチでプレーしているが、 代表では左サイドハーフで起用されていた。クラブ公式サイトを通じ、島本は幼い頃からの夢であったプロサッカー選手を清水エスパルスというクラブでスタートできることを大変嬉しく思います、とコメント。今まで支えてくださった方々に感謝し、一日でも早く清水エスパルスのエンブレムを背負ってプレーできるように頑張ります。応援よろしくお願いします、と意気込みを伝えていた。 また、ゼネラルマネージャーのソリマチ安春氏もその資質に太鼓番を押す。クラブ公式サイトで、島本の印象を語っている。エスパルスファミリーの皆さん、いつもご声援ありがとうございます。この度、大津高校の島本雄大選手と来季の契約を締結できたことを嬉しく思います。優れたパーソナリティを持つ彼は、180センチを超えるプロポーションを持ち、 好守にわたってハードワークできる能力を兼ね備えています。先日静岡で行われた SBS カップでも U から18日本代表としてそのポテンシャルを遺憾なく発揮してくれました。来季エスパルスの新戦力として、また日本サッカーの将来を担う逸材として、今後の成長がとても楽しみです。我々もできる限りのサポートをしていきたいと思っています。島本選手。 ようこそエスパルスへ。